リバースエンジニアリングとは、機械を分解したり、製品の動作を観察したり、ソフトウェアの動作を解析するなどして、製品の構造を分析し、そこから製造方法や動作原理、設計図などの使用やソースコードなどを調査することを指す。一般的に工業製品の多くは、設計図や仕様書の概略程度しか公表されておらず、詳細な動作の原理などは公表されていない。 また、コンピュータプログラムのソースコードも、近年に優勢なオープンソース製品では、公開されており、広く検証されているものも多いが、プロプライエタリー商品の場合は一部を除き非公開のため、情報セキュリティ上の危険が存在していても、秘密扱いの場合がほとんどである。そのため、様々な技術や、創意工夫が用いられているこれら工業製品についての技術的情報に関しては、 公開された文献から入手できない場合が大半であり、時には危険が存在しても秘密として法的に保護されていることすらある。また仮に自社開発した製品であっても、それが古い製品の場合、当時の技術者がすでに退職、死亡してしまっていたり、設計図や使用書の所在が不明になったり、あるいはそもそも最初から作成されていなかったなどの事情により、 十分な情報を得ることが不可能な場合がある。こういった事情とも絡んで、非公開情報を入手するために、ひいては、より優れた製品の開発のためにも従来の工業製品やソフトウェア製品をリバースエンジニアリングすることによって使用されている。技術を分析、調査、確認することは、現場での製品開発において欠かせないプロセスの一つともなっている。 日本の機械メーカーの中には輸入品のリバースエンジニアリングで技術を習得した企業もある。バルダンは当初婦人服メーカーであったが輸入したミシンが要求を満たさずサポート体制も不十分だったことからリバースエンジニアリングによるコピー品の製造を計画。最終的には自流に合わせ自社設計の工業用自動ミシンメーカーへ転身した工業製品を分解し その内部構造や動作原理を探るリバースエンジニアリング自体は原則的には合法行為であり市販品などの秘密保持契約なしで合法的に入手できる製品、文献、情報についてリバースエンジニアリングを行うことに問題はない。ただし解析行為によって得た中身そのものについての情報に基づき実装をそのまま真似したクローンを作って 商業製品とすることには問題がある。従って解析部門と開発部門を分けるクリーンルーム手法により解析結果の外側からの情報だけをもとに再実装を行う知的財産権の概念が広まるまではリバースエンジニアリングによるコピー品が公然と販売されていたが次第に訴訟が起こされるようになり一部の設計を 変更することで回避する手段が取られるようになった。ソフトウェアは著作権の保護を受けるものとされている。その上で、米国判例上は、リバースエンジニアリングは、フェアユースの保護の範囲であるとされているが、例えば、日本などには、フェアユースがない。日本では、リバースエンジニアリングは、違法だと主張する向きもあったが、一例としては、中古ソフト撲滅運動など、ビッサと並び、 プロプライエタリーソフトウェア業界側の強硬な左右翼の一角であったアクスがマルウェア被害などに対しマルウェアの解析が必要という現実を認識した結果、例えばアンチウイルスソフトを開発するためのコンピュータウイルスの解析を目的としたリバースエンジニアリングも違法となってしまうといった見解を示すようになった。 現在の日本法での扱いは、著作権の権利制限の一つとして、リバースエンジニアリングの適法化が検討され、答申が出ているという段階である。特に、プロプライエタリソフトウェアに関しては、法ではなく、ライセンスあるいは契約のもとで、逆アセンブルなどのリバースエンジニアリングで、ソースコードの抽出などを禁止する旨が書かれている。 ことがほとんどだが、そのような情項は独占禁止法の検知からも問題があるとも言われている。バージョン管理システムのビットキッパーは、当初開発会社の行為により、オープンソースやフリーソフトウェアのプロジェクトであれば無償利用できたが、機能制約や商用ツールであることに対して、コミュニティからは不満の声が上がった。さらにアンドリュー・トリジェルが無償版には提供されていない、機能を フリーソフトウェアで開発したことが会社に発覚し、無償版の提供が停止された。移行先として、オープンソースのシステムであるギットが開発され大きなシェアを得ることとなった。ものづくりにおけるリバースエンジニアリングとは、製品の先行イメージとして作られたクレーモデルや、すでに現物がある製品などの形状データを測定し、それをもとにカナダドルデータを作成することである。サンダシディ。 および、接触式、非接触式の三次元形、ディカナダドルを活用した製品の事前検討を行う際、カナダドルでは作成しにくいデザインの微妙な変化が織り込まれた製品データやツーディーズ面しかない製品データをディー化したりする際に活用されている。メルセデスベンツ W196 のリバースエンジニアリングの流れ上の図は自動車の開発における リバースエンジニアリングの一例である。右上の絵から順に、クレーモデル、非接触カメラ撮影式の3次元計測器での、形状データ測定、測定結果である、天群データの貼り合わせ、断面線の作成、3D カナダドルか、そして実写になる。コンピュータウイルスのオリジナルの作者以外が、コンピュータウイルスを入手した際、リバースエンジニアリングによって、ソースコードを入手し、 本来なかった新しい機能を組み込んだり、特定の企業や組織を攻撃するように改造し、再配布するといった事例が後を絶たない。なお、コンピュータウイルスやその他悪意のあるジョークプログラムのように、著作権者が名乗る可能性のないプログラムに関して、それが著作権などで保護されるのかどうかという点は、法的に議論になり得る。マイクロソフトなどのサーバーを、 ドス攻撃するミディウムウイルスは、マイクロソフト側が検証金をかけ、2004年5月8日までに犯人逮捕にこぎつけるまでに至ったものの、その後も同ウイルスのア種シュ発生は続き、同年7月26日には、ミディウム O に感染したパソコンから検索エンジンに向けて一斉に検索リクエストが殺到、一時的に Google 等の使用検索サイトが、 応答しなくなる事件が発生した。このミディウム、王の作者は偶然入手したコンピュータウイルスのミディウムに対しリバースエンジニアリングを行ってソースコードを入手、改造して再配布を行ったとみられている。この他にも市販のソフトウェア製品をリバースエンジニアリングによって解析し、本来ならばライセンスキーをインストール時に入力しないと さらにはドングルを常に接続しておかなければ動作しないソフトウェアをこのライセンスキーやドングルがなくても動作するようにするプログラムを制作配布する人物が違法な不正コピーソフトウェアの蔓延を助長している例が挙げられる一方でそういったマルウェアを解析し危険性を分析する行為もまた リバースエンジニアリングであることに変わりはなく、技術の無理解の挙句に、一体何を主張したいのか、わからなくなってしまっているらしい言説もよく見かけられる。ありがとうございます。